お元気ですか。今回はエポック2023中日ドラゴンズプレミアエディションベースボールカードの開封動画です。こちらは1パック、カード6枚入り、1ボックス6パックでございます。エポック版はですね、なかなか私今手に入りにくい状態なんでね、ちょっと噛んでしまってすいません。で、全部はね、難しいと思いますのでね、その辺ご了承ください。それでは早速ね、やっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。まずはですね、1パック目でございます。田中美希也内野手でございます。で、福永博樹内野手の、こちらね、銀パックでございますかね。これルーキーですかね。はい。で、小笠原慎之介投手でございます。ソイロ・アルモンテ外野手でございます。吉見一輝投手でございます。で、マスコットのね、ドアラ君でございます。2袋目でございます。浜翔之介内野手です。石川昂弥内野手です。で、直筆サインカードでございます。お、これちょっといいの来ましたね。涌井秀明投手の直筆サインカード出ましたね。過去にはね、楽天時代のね、直筆サインカードもね、ございますけどね、中日に移籍してからはね、初のね、直筆サインカードでございます。で、確率は69分の11でございます。与田剛投手でございます。これ OB ですね。梅津晃大投手でございます。木下拓也捕手でございます。3袋目でございます。アルチデス・アキーノ外野手でございます。ちょっとね、名前が長いので噛んじゃってすいません。で、野中天斗投手でございます。で、メタルパワーのね、これは、限定版でしょうかね、細川誠也外野手のこちらカードでございます。こちらは25分の25、ね、ラストナンバーでございます。ラストナンバーカードゲットでございます。ダヤンビシエド内野手でございます。秀則外野手でございます。これ OB ですね。大島洋平外野手でございます。4袋目でございます。涌井秀明投手でございます。石橋康太捕手のキラーバージョンでございます。キラーの方はね、CL ナンバーは入っておりません。で、森山明夫投手のこちら、ね、メタルパワーでございます。梅津晃大投手でございます。ダイアンビシエド内野手でございます。根尾明投手でございます。5袋目でございます。立浪和義監督でございます。砂田義樹投手でございます。で、根尾明投手のこちらね、金箔サインカード付きでございます。わかりますよね、これ虹色に光るって感じですよね、これね。で、こちらがですね、
50分の42となっております。はい、続けていきます。清水達也投手でございます。大西隆之外野手でございます。はい、こちらでございますね。こちらは、OB でしょうかね。はい、間違ったらごめんなさい。で、福永博樹内野手でございます。で、ラストのね、6パックでございます。ちょっとごめんなさいね、これね、ちょっと眩しいでしょうね、すいません、ちょっとね。はい、で、改めてね、6パックやっていきたいと思います。高橋周平で内野手でございます。ブライト健太外野手でございます。で、メタルパワーズで田中美希也内野手でございます。松葉隆弘投手でございます。で、ライデル・マルチネス投手でございます。で、最後は与田剛投手でございます。かつね、監督経験もね、ございますね。はい、以上でエポック2023中日ドラゴンズプレミアエディションベースボールカード開封動画終わりたいと思います。やはりですね、こちらね、中日に移籍してからの、和久井秀明投手の直筆サインカード、これは結構なね、いいの引いたと思います。今度はですね、 BBM の今度は最後ですね、横浜 GNA ベイスターズ編もね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。多分8月頃にね、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。